エトワー、マウンド A から見たマウンド B ミシシッピ文化における、主な遺跡の一前期及び後期、エトワー賞のエトワー過国の様相エトワー遺跡は、ジョージア州の北西端、バルトー群のエトワー川北岸に所在する、ミシシッピ文化期の地域的な中心をなす、最取センターである。エリート階層の墳墓が集中するマウンド C から、サザンカルト内市、アントニオ・ジェウオ・リングによって、 サウススターンセラモーニルコンプレックスと呼称される一連の広範な美術スタイル、サイレーグ、儀礼的な主題が刻まれ、成分された豪華なおびただしい服装品が出土したことによって知られている。エトワーは、1883年のスミソニアン研究所のサイラストマスとジョン・ローガンによって、初めて私屈調査が行われて、以来、 1925年から1928年まで発掘調査では、ウォーレン・キング・ムー・ア・ヘッドによって、マウンド C からサザン・カルトの代表的な図像表現である、翼をつけて、主球を持った人物像が刻まれた、死者を祀る、宗教儀礼に用いられたと考えられる、改正の喉当てなどが発見された。このように、今日に至るまで、マウンド F を除いて、 数多くの私屈調査や発掘調査が行われ、大まかな全体像と遺跡の特徴、性格が判明しつつある。1965年に国定歴史建造物に指定された。エトワーには主要な構造物として AF と名付けられた6基のマウンドが残されている。マウンド A はエトワー最大であり、19メートルの高さを誇る。 東側に上部に達する通路が設けられ、張り出している。またマウンドの南側には一段低いテラス状の構造を持つ。マウンド B とマウンド C は、だいたい同じ大きさの頂点を平坦に作る四角水上で、それぞれ高さ7メートル及び6メートルである。マウンド C は、時代が降ると東側に通路を設けるようになる。マウンド D、E、 F は長方形をしていて、それぞれ高さ3メートルである。エトワーの祭祀センターの南側は、エトワー側で区分され、祭祀センターの周囲には、半円形に、冠号、または、掘りとも言うべき、大きな溝が巡らされ、掘りには外へ突き出すように、地のような部分を2カ所設けていた。その、地は船を節岩させるために用いられたのかもしれない。また、 堀の内側には防御用と考えられる柵が巡らされていた。堀は22ヘクタールの範囲を囲っており、防御の他農業を行うための用水路としても利用されていたとも考えられている。ホープウェル文化やミシシッピ文化の研究史全般に言えることだが、現在に至るまで1世紀以上にわたって発掘調査が繰り返し行われてきたにもかかわらず、調査のメスは マウンドとその周辺に偏りがちで、エトワーとそのコミュニティに関する知見は、エリート階層とその埋葬から分かることが中心である。つまり、平民階層の生活などについてはほとんど分かっていないが、エトワー周辺のどの場所に平民に属する人々が暮らしていたのかは大まかでありながら分かってきている。ミシシッピ文化における、主な祭祀センターの変年マウンド映画造営、機能する。 マウンド B の造営始まる。エトワーのミシシッピ文化期の居住は、紀元5000年前後に始まったと考えられている。この時期を前期エトワー層ーと言い、遺跡の中心部に大規模な公共建築物の一部になっていく小さなマウンドが一つ建設された。これは初期のマウンド A であることが、同マウンド及びその周辺部の調査から明らかになっている。 エトワー川沿いに他にマウンドを持つセンターがないことは、エトワーが、エトワー川流域の首都であることを示している。後期、エトワー省になると、エトワー川沿いの東側に2カ所の小規模なセンターが作られた。エトワー自体は、マウンド A が引き続き機能し続け、また、マウンド B の増営が始まる。この時期においては、3つのセンターはそれぞれ独立した。 主張性国家であったと考えられている。後期エトワー層からブリュース・テール省までのエトワーにおける建築活動の変遷前期、ウィルバンクス省からブリュース・テール省までのエトワー加国の様相マウンド A 及び B がさらに拡張されて機能するマウンド C の造営開始。主張性国家の形成1200年頃3つの主張性国家は 何らかの原因で人口の流出が起こって崩壊し、再び政治的中心が出現するのは1250年頃のエトワーの復活からである。エトワーの建築活動が再開されたこの時期を前期ウィルバンクス賞といい、1250年頃から1325年頃までがこの時期にあたる。マウンド B がより大きく拡張され、マウンド A はより巨大なものになっていった。 もう一つ突起すべきことは、マウンドシーの造営が始まったことである。マウンドシーは前述したようにエトワーのエディート層の埋葬施設として使用され、その豪華な副装品で知られている。前期ウィルバンクス賞では、エトワーの復活とともにその周辺でもマウンドの造営活動が活発化している。二次センターとも言うべき、単一のマウンドを伴う集落が、 エトワー川の対岸の南方や東方などに建設され、北西方向にも出現した。これは、エトワーを中心とする複雑な主張性国家が形成され、エトワー川流域を支配する核が明確になってきたことを示す。プラザ、防御策と、官護の形成及びマウンドシーの副装品の充実主張性国家の繁栄と崩壊後期、 ウィルバンクス賞になると、エトアー自体が完成へと近づいていく。マウンド A、B、C の最終段階の造営が行われる。加えて、マウンド A の東側が居住区から低い石の壁で囲って、内部を敷き詰めて舗装したプラザが形成される。サザンカルトに関連するマウンド C の副葬品が出揃うのも、この時期で、マウンド C の周焉部分に、この時期の埋蔵が確認されている。 エトワーの周囲には、半円形の彫りないし、看護が、この時期に作られ、防御策が彫りの内側に巡らされる。エトワー加国では、前期ウィルバンクス省の時期に出現した5つの単一マウンドのセンターに加えて新たに2つの単一マウンドセンターが現れる。それは、エトワー本体からそれぞれ7 0トル近く、東方および西方に位置し、確実なことは言えないが、 エトワーの主張性国家の勢力範囲内し政治的な影響下にあったと思われる。14世紀の終わり頃にエトワーとマウンドを伴うセンターは放棄される。これは他の河川流域にまでまたがる主張性国家の衰退であったと思われる。エトワーの最後について知るには、考古学的データからその理由について、いくらかの手がかりからその過程が探れる。まず、 後期ウィルバンクス賞の終末期には防御策が燃やされていることが分かっている。このような突発的な防御策の消失は、策の投下が燃え広がったか、住民によるものと想像される一方、外部からの軍事的な攻撃によるものと考えることもできる。エトワーのマウンド C で最後に行われた埋葬活動について、策の消失という事件に関連すると思われるような、 状況が確認されている。つまり、ルイスラーソンによって、埋葬15と呼ばれた墓があるが、大理石製の男性の小座を描いた像と正座した女性の像が1体ずつと、粉々に砕かれてまき散らされた4体の像と、副葬品が発見されている。埋葬15で発見されたその像は、エトワーの主張性国家の先祖ないしはその主張の、リネージの創設者を表していると考えられる。 もしそうであるなら、埋葬15の像が破壊されていることは、そのリネージによる支配の終焉を示す象徴的な出来事と言えることになる。ラーソンは、埋葬15について、この像がより上層に位置する副葬品とごちゃ混ぜに攪乱されて、墓の床面に撒き散らされていたことを報告している。一つの解釈として、この像が急いで埋められたのは、 ある種の強制力によって埋められたこと、そしてそのような強制力は、軍事的な攻撃に脅迫されてのことだろうと、推察される。埋葬十五の被葬者の意外と副葬品が粉々に、されて、マウンドシーの頂上に向かう通路にも散布されている、状態であることは、民族史的な解釈からも、外部からの侵略者が聖域とされる神殿を荒らして、略奪することと解釈されることからも、 そのような暴行があったであろうことを想像させるのに十分であるように思われる。あくまでも大まかな状況証拠でしかないが、後期ウィルバンクス省のエリートたちは、暴力的な破壊による結末を迎えたと思われる。エトワーの住民は、エルナンド・で外と彼の軍勢が街を訪れる。直前までエトワーに戻ることはなかった。マウンド B の再利用とマウンド D、E、F の増営。 ブリューステール賞では、エトワーは D、E、F という小マウンドを造成し、マウンド B の頂上部も再利用して、再び単一の主張性国家として蘇った。エトワーとその西に位置するオウェシュタノーラ過酷にまたがる二つの生態を結合する勢力を持っていたと考えられている。この時代のエトワーについては、デイコール外によって、イ場バの街として記述されている。 ラーソンによって調査されたブリューステール賞のデータには、鉄符や鉄の釘、鎖鎧の断片、剣の柄やヨーロッパ式の回転引き薄の一部などが異物として確認されていることを見ることができる。超人が刻まれた老眼イコールプレートの一つ、エトワー、マウンドシー出動。エトワーのマウンドシーについて知ることは、エトワーの歴史そのものについて知ることになるくらい重要である。 マウンド C については大きく3回の調査が行われてきた。アメリカ民族学局のジョン・ローガンによる調査まず、ワシントンのアメリカ民族学局のサイラストマスのもとで1884年にジョン・ローガンが行った調査である。ローガンはマウンド C の頂点部分の一部を発掘して11の埋葬を発見した。ローガンがマウンド C の服装品の性格が注目すべきもので、 あることを最初に明らかにしたのである。ローガンは、マウンドシーで2枚の打ち出し細工の銅板を発見した。発見者にちなんで、ローガンイコールプレートと呼ばれる小銅板細工には、超人と呼ばれるモチーフが刻まれており、後にジェームス・ブラウンによって、明けの明星を表現するものとされた。WK ムーアヘッドによる、調査ローガンに続いて1925年から1927年に、 かけて、ピーボディ財団の援助で、WK ムーアヘッドが、マウンド C の頂上部を大きく剥ぎ取って、調査を行い、新たに111の埋葬を発見した。それらの墓の中には、おびただしい海星の喉当、喉て石人、石符を、はじめ様々な銅製の冠の破片が発見された。しかし、ローガンにしろムーアヘッドにしろ今日の考古学的な、 記録保存法の水準から考えれば彼らの調査は丁寧さに欠ける不十分なものであった。ルイス・エイチ・ラーソン・ジュニアのジョージア州歴史協会による調査1954年から1967年にかけてルイス・エイチ・ラーソン・ジュニアがジョージア州歴史協会として丁寧な記録保存調査を行った。ルイス・ラーソンが マウンド C の調査を行うにあたって直面したのは、ローガンとムーアヘッドによるマウンド C の頂部の発掘によって荒らされた部分を取り除いて調査をするという困難さであった。そのような悪条件下であっても、ラーソンの精密で丁寧な調査によってあまり注目に値しない平凡なデータとともに新たな埋葬に関する注目に値する成果が上がっている。 かなり大きな範囲で荒らされていないマウンドシーの基段と、その側面部分を確認したのである。ラーソンはさらに244の埋葬を発見し、いわゆるサザンカルト関連の儀礼に用いられた、おびただしい服装品を発見した。ラーソンの調査成果で、最も注目すべきものは、埋葬15から出土した、彩色の施された2体の大理石製の人物座像である。また、 ラーソンは、マウンドシーが7期、つまり7段階で築かれてきたことを明らかにした。最初の3段階は、前期ウィルバンクス賞に相当し、1段階ごとに、マウンドが築かれると、その周囲には防御用の壁が築かれた。埋葬されたのは、単純に掘りくぼめた、墓公会死が恋の墓であり、各時期ごとに、マウンドの頂点か側面付近に埋葬された。 服装品の豊富な墳墓がマウンドの頂点部分に作られ埋葬されたことが明らかにされている。後期ウィルバンクス賞でさらにマウンド C は4段階で造成される。その度ごとにマウンドの周囲には防御柵が設けられた。マウンドの頂点部分は放棄され立派な墓のほとんどが各段階ごとに北側裾の部分に沿って作られた。全段階のマウンドに 森土がされて、新段階のマウンドが築かれ、後期ウィルバンクス賞の初頭にあたる四段階の時期と、中央にあたる六段階の時期に北側に作り出しが設けられた。埋葬は、単純に掘りくぼめた墓口か、丸太材で囲んだ墓のいずれかであった。マウンドが築かれた段階、過程は、はっきりしているが、すべての埋葬が、どの段階に属するものであるか関連づけるのは、 困難である。しかし、ラーソンによって、前期ウィルバンクス賞の埋葬は、マウンドの頂点部分に位置していること、前期ウィルバンクス賞のマウンド側壁を囲うように、同時期の防御壁の溝を検出することができたこと、後期ウィルバンクス賞の埋葬は、最終段階の造成に伴って、明確に同定することができ、作り出し部分からも埋葬を検出できたため、大まかな時期区分は、 可能になった。マウンド C における、快晴、喉あての湿度状況分布マウンド C の空間の、使われ方は、エトワーの階級構造について、手がかりを与えてくれる。ルイス・イイ・チラーソンとジェフェリー・ブレーン及びフィリップスは、マウンド C の最終段階の感情の埋葬は、他のものと、はっきり区別される、別個のもので、埋葬が、グルーピング可能であると考えた。ブレーンとフィリップスは、 マウンドシーの四隅と北側の裾に当たる部分の墓は、他の墓とは別個のものと区別した。前期ウィルバンクス賞の埋葬は、改正、喉当ての文様によっていくつかのグループ分けが可能のように思われる。ハイターアイコールスタイルと呼ばれるあたかも高い塔の、上に動物や人物が向かい合ったりしがみついたり、正面を向いたりするモチーフが刻まれたもののうち、斜面取りの、 テーマと呼ばれるものが出土する墓と、感情、共恵文のような三冊の渦、十字状のものが出土する墓とに区別できる。アダム・キングはこの改正、喉当ての文様に示される集団は、親族か何らかの同じものを信仰する集団であると考えている。ハイタワーイコールスタイルのうち、人物像を刻んだ改正、喉当ては、斜面取りの集団と、 気化学分の集団の間を横断的に分布しており、別の種類の集団を示していると考えられる。前期ウィルバンクス症の墓は4つに区分でき、それはマウンドシーを4つに区分している。5つ目のものが後期ウィルバンクス症の埋葬群である。改正、喉当てを含めてより多くの異物の形状や、その他の性質などで分類を行えば、 より複雑なパターンがあることを解明できることが期待される。少なくとも埋葬の配列や改正、喉呂宛ての文様の分布は、マウンドシーの埋葬がいくつかの群に分類できることを明らかにしている。この結果は、ミシシッピ文化中部地域におけるエトワーのエリート階層が、古典的な塩水系の階層クラウンモデルのような、単純な一つの拡大家族によって構成されている。 わけではないことを示している。エリート階層が親族を基盤とする共同体の集まり以外のものの代わりに、それらの集団がお互いに尊重されるようにする何があったのかを考える必要がある。そのようなグループを横断するようなグループは、異なった種類の地位を表す集団か、ダンスや医療といった特殊な行為を行うための集団である可能性も考えられる。ありがとうございます。